こんにちは、アルパパです。今日の動画はアルファード狭小旗竿地駐車場、壁との距離測りながら駐車してみたというテーマでお伝えします。アルファードでかいですよね。私の自宅駐車場が旗竿地のため、駐車の際はいつも気を使っています。車が壁などの障害物に近づくと警告音や画面で知らせてくれますが、警告があった際、壁と車の距離がどのぐらいあるのかよくわからないなと思いながら駐車していたため、これまで切り返しの頻度は多めでした。今回は警告音が鳴った際、壁との距離はどれぐらいなのかをメジャーで測りながら駐車してみました。この撮影を行った後は壁と車の距離感がイメージしやすくなったので、駐車がとても楽になりました。アルファードに興味のある方、アルファード購入を検討されている方、アルファードに乗ってるけどいまいち駐車が苦手だなという方、ぜひこの動画をご覧いただき参考にしていただければと思います。それでは早速動画をご覧ください。うちの車庫です、うん、これ なんていうんこのうちの旗竿地、旗竿地、うん、これがここの角に行くでしょ。右をギリギリで行く狙い、キーの前にも壁がある、左をまあある程度行って、これが黄色に、後ろです。ここがもっと、もっと行けるってことだ、ね。もっと黄色に なるまで行って、もっと、うん、もっと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 、じゃあ今これぐらいで見ようか。あ、じゃあ今これぐらいで見てみよう。左後ろです。で、そう確認したことがない。34センチ、30センチ強。あれ赤でやる？左後ろです。赤の2番目やからまだあれやね。一番。あ、2番目？うん、これで。1番目まで行ってじゃん。行ってみよう。これ段差があるからさ、左後ろです。うわ、どうやって、後ろです。こっから見たらもうこの左後ろです。ぶつかってるのかって、ぶつかってる、ほらこれ左、ちょっと待って、一回見て、後ろです、左後ろです。あー、あれスケール22センチぐらい。22センチぐらい。もうちょっと行ってみるか。いいよ、いて。あー、なるほどね。ここに。もし駐車場やで、これ。いける。いける。あそこのコンセントみたいなのが。あ、じゃあ切って切って。一番、あ、今一番になった。ちょっと待って、パパ、うわ、今一番目になった、やっと一番目、ちょっと待って、一番目でちょっとこれ測りにくいけどね、まあ14センチぐらいあったんだ。10ちょいやな。ちょっと今どんな状態、一番違う、ちょっと待って、カメラで見てるか分かんない。ちょっとやって。あ、これで見たらもうちょっと空いてる。そう。あ、まあ。これ。これ、見えへん。前行ってみよう。
こうやって切って苗です。苗です。どこまでいけるんや、ま、もっといけるってことか。黄色、ここやろ、ここやろ、ちょっと待って、迷って言って待って、これもう、はい、目やったもん、もう目やったのも使ってるよ。ああ開いてます。同じぐらいな、30何センチか。ああでも、まあ、もうちょいいけるんや。いけるな。え、今赤やんな。赤の2番目。ああ一緒ぐらいやな、30ちょいやな。で赤のあの最高までいくのこっちと、うん、OK。いけてる。え、まだいけてんの。あ、まあ赤の最高で10センチやもんな。なってない、もう今もう10センチぐらいけどな。もうやめた方がいいんじゃない。あそこもさ、いや、なんかな、ここも壁はいいけど、このトイレに反応してんのかな。うわ、すげえな、これもうやばいね、うん、きついでるやん。まあそこはいつもいかんもんな。いかんやろ、いつも。やっぱ赤の2番目ぐらいで、ああせやな、遠慮しといた方がいい。まあ、これで一回グッといってみて、グッと。だから1回でいけるってこと。ではいつも3回切らんでも、え、2回でほんまはいけんじゃん。2回でいけるんじゃん。そうやね、1回でいける。1回でいける。今で1回、え、今1回だけ。今2回、1回、あ、そう、1回な。めっちゃ空いてんもん、こっち。めっちゃ。逆に空きすぎなぐらい、こっち空いてる。あ、1回しか切ってない。ちょっと画面どんなん？画面みたい。どうなってる？ああ。で、はい。ね、なんとかの右、なんとかの左とか言うてる？ずっと。え、当たりますとか。ピープコピープコ言うてる？さっきから。ここは途中あの入る時になってた。あ、ピープコ言うてるよ。何面やからまだ余裕あるってことだよね。最内の赤じゃないから。あ、そう、全然あるで。いいじゃん、余裕あるわ、うん、え、もう1回しか切ってへんもんな。そう、1回しか切ってへん。結構だから前グッ、後ろグッと突っ込んで、あの左斜め後ろで、左斜めはグッとあのギリギリまでいったら1回でいけると思う。あ、ちょっと1回、うん、あの私乗ってこの画面撮って、撮っていい？いいよ。ちょっと待ってや、後ろ行って、一回ギリギリ行って。いいよ。なんせこの電気、なんか何これ。最内やわ。あ、そっか、ね、もうこれいい感じ。カツカツやね。でないとここ自転車出されへん。一回ちょっと乗っていい？はい。あ、多分出るのを一回ちょっとやってみて。うん、私も切ってるよ。だから切らんと出れると思うね。そう、全然今まだいけるから。今黄色？もうそのまま絶対いける。もう目で見てわかるもん。出そうな
分かる分かる、うん、全然いける。運転席から見たらさ、もう当たりそうやもん、前の家の壁に。あーこれちょっとさ二重だったりするじゃん画面が。でもさっきからこの黄色がどれぐらいの距離あとはあるかなっていうのがなんか分かったら、黄色のこう外側とかだったらまだ大丈夫やなっていうのがすごく分かる。全然、いや目で見てたこっちで目で見てたらいける、もうそのまま一回出れるよ。あ、そう出る出る、行って行って、出れる出れる、出れる、いけてるもん。でもまあでも赤の、あの2番目やから一番最初、あ、そういうことか、だからまあいけるんだなって。ああ、そういうことね、そういうことが分かってきたよな。ああ、なるほどなるほど、赤でも2番目やったらいける。赤の、そうそう、赤の1番目やったら10センチないな。そう、赤の1番目は10センチちょっとだから、ちょっとこうそういうことやな、結構ギリギリやけど、赤の2番目やったら出れんやな、30センチぐらいあるっていうのが分かったから、なんかいける気がした。なるほど、ちょっと一回もうちょっと前出て、これが普段どんだけピッコピッコ鳴ってるかって、今まで3回切ってたけど、うん、え、3回、バック駐車モードです。もう1回でいけるってことね。今までまあ俺も大体平均2回は切ってた。で、これ赤になったらビビる。そうそう。だから赤の2番目はビビんなくていいんだ。最内赤じゃなかったら。なんかギリギリまで黄色は全然いけるし、タイヤを1回乗り上げるね。2番目、今から2番目、見えてる。左後ろです。これ乗り上げるとこがビビるな。乗り上げるか。あ、もうこれ最内赤や。ああ。だから、知れてる。だから最内赤まで行かなくていいんじゃない。一番前、この前をさ、いかに前まで行くかじゃない。あ、そういう意味で言うと、ここを、いつも俺赤まで行かないのよ。あ、わかるわかるわかる。で、まあ、2番目の赤。あ、で、2番目の赤まで行ったら結構もう余裕あるやん。バック駐車モードです。ほら。前後です。だから赤まで行けばいいの。2番目の赤まで行って、で、あとはもう、こうこうして、ほら、もうだって余裕やん。そうやな。左後ろです。あー、左側です。わかった、入れ方。わかったね。俺もなんか分かった。これもうなんか、なんか、これ。左側方です。ピンピンが言うからさ、どこだと思って。左後ろです。分かってるってって言うんだね。ここや。あ、なんか。もっと普段、やっぱ今日はうまく入れてる。いつももっとなるもん。もう右も左ももう。で、もうこれ。で、まだ2番目やか、2番目やか。最悪これベッてブレーキかかるからね。かかる。まあ私もう もうここまで行ってないよ。だからそう行ってない。だからなんかもう1回で行けるね。だから出る時も切らずに出れるし、入れる時も1回切るだけで入れれることが分かった。今普通に出た。普通に1回入れ出たよ。だから気にするのはこっちの右端を当たらないように。だから右端をこの柱をこう見ながら、あの当たらないようにっていうとこを意識して、で出たら前は左前は当たらないってことやってみようか。な出る時にさ、赤の2番目やった、ここ。ああそうだね。で出れた。うん、ちょっと行く。だからここのね、右端のここの柱には絶対当たらないね。あまり早く切りすぎたら当たる。ここをギリギリ、あの狙っていけば、でここね、ギリギリ狙っていけば、もうここの左前は左前です。何も気にしなくてもいけるってことだ。ほら、左前です。黄色でいけてる。だからさっきも黄色でいけた。あ、一回赤になったけど、いかにこの右端をこう早く切るかやね。ああ、そう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 。
右、そう、右端さ、さっきピーってなった、うん、右端は、いや、なんなかった。今日はだから、このままうまく照れてるよな、うん、こんなにうまく照れてないやん。いや、うん、まあそうだね、結構右もピーってなるときあるね。あ、そうだね、うん、確かに今すごい意識したからかな。まあそう、そうやね、うん、意識したからね。あー、うん、なるほど、うん、今思うね。食べきれて2人とも、これ一本の動画だったよこれさ、うん、毎回思ってんねんけどさ、うん、もう見に行くのめんさんやん、もう、うん、で、降りたらもう忘れてるからさ、車、うん、あ、そういうことね、うん、わ、うん、かった、オッケー、はい、これでいい、はい、ということで、うん、旗竿地の駐車場に入れてみた、うん、はい、というテーマでお伝えしました。はい、いかがだったでしょうか。いや、今日はもう、うん、自分にとっても有意義な動画やったね。ほんまやね、もうずっと、うん、まあ毎回この駐車場に入れるのがめんどくさいからさ、うん、もう、うん、風の日も雨の日も自転車で行ってこのでかい、まあもう出るときは切らずに、切らなくていい、うん、あ、入れるときは1回でいい、1回切ればいいっていうのが分かったから、うん、まああとは慣れやな。そうや、はい、それではまた来週、さよなら、さよなら、はい。というわけで今回アルファード狭小旗竿地駐車場、壁との距離測りながら駐車してみたというテーマでお伝えしました。いかがだったでしょうか。アルパパチャンネルではこれからもどんどんアルファードに乗っていき、皆様のお役に立てる情報をアップしていきますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。動画閉じる前にいいねボタンを押していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。